はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルザ・セガワです。デッドバイデイライト。なんと、PC 版を買いました。はい。PC 版にはやっとビルがいるんですよ。ウィリアム・ビル・オーバーが。ねえ、PC 版のみだけいるウィリアム・ビル。まあ、ゲームのね、今一瞬名前が出てこないんだけど、その、でゲームの名前は今出てると思います。そのゲームのキャラクター、まあ半券上 PC だけしか使えない。いやー、まあね、アカウントの移行ができなかったんで全員レベル1です。キラーもみんなレベル1、衣装も特に持ってません。なのでね、ちょっと気合で頑張っていかなきゃいけないんですよ。まただからこれからね、ちょっとしばらく PC 版をメインにやっていきたいと思います。 PC 版は何が違うかっていうと、1秒間に60コマ出てるんですよね。だからものすごいきめ細やかな動きになってると思います。そしてまずはやっぱりクローデットをレベル上げないといけない。このね、セルフケア、自己回復を、みんな手に入れるためには彼女をレベル35高にしなきゃいけないと。さあ頑張っていきましょう。そして灼熱のサマーバーベキューイベント、これがね、ちょっと今このペランペランになって見えないですけど、21時間で終わってしまうので、まあ別にね、クリアできなくてもいいんですけど、これでね、この経験値を多くもらえるので、これでね、できるだけ頑張っていきたい。ギリギリまであがく、経験値をたくさんもらうと。そしてパークはセルフケアと、治療速度がちょっと上がる。植物学の知識。そして傷ついてる時ならいろんな行動が早くなるっていう逆境魂。レベル1なんでね、なかなか遅いですけど。そしてランクは18です。もうみんな初心者が多い。仕方ない。普通なんですけどね。なので、結構ね、釣られたら諦めちゃう人が多いんですよ。釣られたらもうそのままね、自殺してしまう人が多くて、なかなかもう逆の意味で魔境な感じがありますね。頑張っていきましょう。さあ頑張っていきましょう。うわー、画質もいい。で今回ライト持ってます。前回の試合で、あれ、あら、あっ、何、動きが、やばい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 。PC 版なんでね。やばい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 。ほい。待て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 。ちょ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 。間違え。コントローラーでやってたんですよ。私キーボードがなかなか使えないので。なので。ちょっとコントローラーにしてたんですけど、今ね、突然使えなくなってて、またちょっと切り替えなきゃいけないな。あー、なに、ちょ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 っとマジで、初俺キーボードどうせ使えないからっつって、コントローラーにしてたのに、ちょい待ちちょい待ち、ちょっと待ってちょっと待って、とりあえず頑張ろう。しかもドクターって最悪。あ、もうこれは終わる。はい、旋回ができない。助けて、助けてください。あー、ダメ。オッケー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 、ありがとう、ありがとうございます、優しい。とりあえずスキルチェックとかもどうすればいいんだ。 M1 正気を取り戻す、あとしゃがみ方すらわからん。あ、これね、スペース、オッケー、スペースね。わかった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 、理解。うわ、すげえやりづらい。しゃがむの、しゃがむのどうやんの。くそ、早めに倒す。あ、スペースで倒すのね。そこはクリックじゃないのね。
むずい。スペースね、オッケー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 。乗り越えもそうか、乗り越えもスペースだったもんな。ちょっと待って待って待って、後ろ振り返りながら走るができない。ちょっと待って無理。ちょっと待って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 、こんなみんなどうやってんの。AD あ、これね、オッケー、分かった。これ耐久来たら俺何押せばいいのか分かんないな。耐久は何、×ボタンだったよな、耐久来た時。あの×はで、なんだ、やばい、わかんない、怖い、それが一番怖い、今一番怖いのは耐久来た時何をすればいいかわかんない。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って待って、俺一度もまだ触れてないよ。さっきまでコントローラー使えてたんですけど、多分あれだな、録画し始めてそれをやったからかな。あー、ちょめちょめち、来ないで来ないで、まだ来ないで、おい、きえ、はい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 、あ、後ろはこうね。これど、みんなどうやってんのこれ、指死なない、もう見つかったし、やばい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 、ほい、普通に読まれた。せっかく手に入れたレアな、ごめんなさい、通りますよ、おい、そっちから来るんですか。もうできない、できねえ。あー、でもカクテルパーティーポイントがうまい。ちょっとこれはもう捨てだな、この試合は捨て試合。誰かカバー入ってくれ。さあ来るぞ、何ボタン、スペースか、オッケー、ありがとう。ただとんでもねえタイミングだ、俺は一度も発電機を触らず逃げさせてもらう。セルフケアはずーっとここで、俺ずーっと正気取り戻してるだけ。オッケー。このままか。ライトはどうやって使うんだろう。まあ、もう使うことなんかね。あ、ありがとう、サンキュー、あざす。しゃがみがわかんねえな、まだ。小指でシフト押せばいいのか、すごいでしょ、小指でシフト押せばいいのかとか言ってるからね。なるほど、操作の確認をしよう。あー、すごい、この動き実況者がよくやってるやつだ。でもこれすごいむずくない、この走り方。どうやってんのこれ。あ、こうやってんのね。はい、分かった。なるほど、やりづらい。右クリックね。右クリックでライトと。なるほど。これですね。あ、動いてる。超初心者じゃんって思われてんだろうな。超初心者ですよ。修理。初めての修理。なんだか知らないけど生き残ってる。ドクターも見守ってくれてる。
ありがとうございます。うんうんって言ってる。うんうん、頑張ってるねと。長くない？オッケーオッケーオッケー。ノーアンじゃなければなんとかなりそうだな。俺開けんのはちょっと怖いから、ちょっとメグに任せるっつっても、もう多分こっち来るだろうな。オッケー、俺あっち開けます。ちょっとごめんねクローデット、先にこっち開けてから助けに行くから。ここにいたね、もう覚えとこう。ほい、待っててね。こっち来ないで、こっち来ないで、2分の1引くな、2分の1。向こう行ってくれ。この声は、もしかして、メグちゃんの叫び声では？ウービンガー。任せろ、なんかあったら私が。お目目、バチクリ、眩しくさせてやっから。ちょ、彼女がタゲを取ってる間にあそこを上げてあげよう。おっと、こっち来てないか。オッケー、任せろ。今、ごめん、ごめんなさい。ここくそ、今ので時間を稼げたら、あー間に合わないか。よいしょ、すまん。このままぐるっと回って、いやもうこれ無理球、無理球しかない。よし、オッケーオッケーオッケー、行きなさい。ここはまだ彼女一回行けるから、速攻で開ける。うんうん、オッケーオッケーオッケー。どうだ、さあ来い。よし、オッケー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 。これはメグちゃんは、え、出れた、え、出れてないの。今の完璧なタイミングだったじゃん。うそー、マジかよ。突然のマウスでもなんとか生き残ったけど、しかもバリ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 揃ってるじゃないですか、バク。こんなこんないいアドオンまでつけてしまって。ということで、ちょっと2戦目しっかりした、コントローラーを使える状態でやりたいと思います。さあ続きやっていきましょう。2戦目ようやくコントローラーが使えるようになりました。これこれ。とりあえずまずは、あ、トーテム。いきなりあれ行くとね、あ、デビキンか、びっくりした。レイスかなんかかと思ったわ。軽く触って違うとこ行くっていう戦法、ノロ。その先方をドタドタ走りながら追っていきながら乗ろう。乗ります。あ、やつだ、設置するやつだ。さすがにまだ破滅持ってるキラーもあんまいないだろうし、ちょっとやっていこう。デビキン、ちょっとこれやらない？ちなみに今回私以外全員デビキンです。あ、強ポジ仕掛けてんな、多分こっち来るね。うん、ぐるーっと回って多分あそこ行くだろうから、それだね。うん、これやろう。その前にチェストを、さあ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 、
はい、ライトか。頑張ります。今回はやつのお目目潰していきたいと思います。他2人のデビキンはどこでデビキンしてんだ。あ、まさか中央をつけたっていうこと。やる、素晴らしい。来てます。逃げて。あ、やべうまく前に回り込んで目つぶしてやろうと思ったら、やばい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 。おい、オッケー。その間に救助を頼む。オッケーオッケーオッケー。戻れ戻れ戻れ。やべ、引っかかった。間に合わないかもしれないが、いや、これは間に合う。オッケーオッケー。ここ行きたくねえな。オッケー、負けたかな。オッケー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 。よし、やつが変に逆回りに行ったからな。あそ、今どれがついたんだ。さっき、お、すげえいろんなとこでポンポンついてる。あれがついてないよね。お、ちょい待ちちょい待ち。結局、オッケー、ほい、オッケー。負け。あー、くそ、これは怒ってますよ。これはやっこさん怒ってますよ。けい、乗り越えてくるかな。あ、罠仕掛けてたね。やばいな、見失わせたいよね。オッケー、ラスト1個。ぐるっと回って、ちょっとここら辺も罠ないか確認しとこう。ないね。オッケー。よし、素晴らしい。あ、来てる？来てますね。そのまま？嘘だ。確認したんですけどね確認したんですけどね。ちょっと待って、地下ある？地下系？これあれだな、足速いやつついてんな。担いだ時足が速くなるプラス心音が大きくなる。ああ、まさか、狡猾なやつです。立ち止まることで心音が消える。そんな、知らせなきゃ、みんなに知らせなきゃ、やつがここにいると知らせなくては。ダメ、デビキン来ちゃダメ、やつがいる。ダメだ、いる、ここに。ちょ、ダメ、違う、これで気づいてくれ。狡猾だ、気づいて、デビキン。ダメ、来ちゃダメ、デビキン、ダメ、デビキン。多分この万歳の意味が今分かったと思うな。
そう。ダメだこれ一人で来たら死ぬ。二人同時で来ないと。やばい、新たな餌が新たな餌がやってきてしまった。あ、オッケーオッケーオッケー、二人で二人で行って、オッケー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 、同時に来るな、同時に。そう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 。で、ナイス！引っかかってしまいました。オッケー。よし。これはもう、おら、かかってこいよ。くそ。ノーワン回しかも。はい、ということで、なぜか、初めてやったキーボードは脱出し、やり慣れたコントローラーでは死んでしまったというね。まあこれから頑張って、PG 版ランク上げていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ちょっと待って、でもランク18にしては揃いすぎじゃない？揃いすぎじゃないですか？ではまた。